後悔しない生き方。準備は時間の無駄、やりたいことはなるはやで実現しよう、なるはやで。俺、まあ何か新しいことを始めるって時、いつも必要なものを揃えようとしたりとか、あたかもやってる人が理解してることを自分も理解しようとしたりとか、なんかそういった形を作ろうとしてた。例えばゴルフを始めます、じゃあコースに出たい、じゃあそのためにじゃあ打ちっぱなし行って、毎日練習して上手くなってからコースに出ようとか、株や為替に興味がある、トレードしたい、じゃあ難しい言葉も多いからまず専門用語を全部覚えてからやろうとか、経済のことも分かっとかないといけないから経済のことを理解してからやろうとか、やらないと分からないことを、理解しようとしてた。じゃあなんで理解しようとしてしまうのか、なんで新しいことを始めるのにそんなに準備に時間をかけてしまうのかって、それって俺は怖かっただけやねんな、失敗することが。できなかったらどうしようとか、わからなかったら不安やとか、まあ恥かきたくなかったやろうな。だ、失敗することを怖がってた。やる前からこういう時どうしようとか、ああいう時どうしようとか、やらないと分かんないのに、まあそんなこと考えて不安になって、その不安が自分のやらない理由になって、いつの間にか諦めてしまう。しかもそのいつの間にか諦めてしまうっていう、諦めてしまってる自分に気づかず、結局現状維持になってしまってた。俺でもやっぱそういう自分が嫌やってんな。よく成功者の人は行動が早いって言うけど、それって成功者の人はまずやりたいことがあります、じゃあまあやってみよう、で失敗する、でそれをまた修正する。俺も含めて、まあ、多くの人は多分やりたいことがあります、だまず考えて理解しようとする、それでやってみる。少しの違いかもしれんけど、その違いで結果は大きく変わると思うねんな。俺、まあ、昔オーストラリアにワーキングホリデーで行ってたことがあってんけど、ワーキングホリデーっていうと、その国に、まあ、その国で仕事をしながら1年2年で、まあ、生活できる、そういったまあビザやねんけど、だいたいみんな
まあ、もちろんその仕事をしに行くっていう目的で来る人たちもいるけど、まあ、仕事しなくても生活できるように、まあ、50万だったり、まあ、100万ぐらいだったりとか、まあうん、まあある程度ちょっとまとめて持ってきたりとかする人がまあ多くて、俺そういうこと全然知らなくて、うん、俺にそのワーキングホリデーを教えてくれた先輩がおってんけど、なそのワーホリの話聞いて、おーめっちゃ面白そうやんって、楽しそう、俺も行きたいと思ってんけど、でも僕金ないっすわみたいなこと言ってんや。そしたらその先輩、バカ野郎って言ったらなんとかなんだよって言われて、あそうなんすねって言って、俺もあ言ったらなんとかなるんだと思って、なその時のバイト代18万持ってオーストラリア行ってんな。いや行ったら行ったで大変やったで、そらいっぱいな嫌な思いもしたし、しんどい思いもしたし、まあ悔しい思いとかもいっぱいしたよ。でもでもな、そん時にそん時いかなでけへんかった経験っていうのも俺はいっぱいしたし、そん時いかな出会えなかった人たちとも俺は出会うこともできたし、いや今思うとやっぱ行ってよかったなって思うし、その時の自分があるからもちろんな今の自分もあると思うし、だまず、まあ、何でもいいし進みながら行動しながらトライアンドエラーを繰り返してな、繰り返していくことで本当の意味での自分の行動の質だったりとか自分の発言っていうものが変わってくると思う。よくみんなイチローの言葉はすごい深みがあるなとか言うけど、それはイチローもな行動して行動しながらトライアンドエラートライアンドエラーを繰り返してきた、まあ、繰り返してきた結果やんな。その先にその先にやっぱ自分の成長っていうものがあって、でその先になやりたいことやなりたい自分の実現っていうものにつながると思うねや。だからまずな、うん、まあ、まず真面目に考えんでええからとりあえずやってみる、やってみてできなくて笑われたらええやん、うん、それでええと思うねん、うん、それが自分のほんまの意味でのスタートやん。って思います。今日も最後までありがとうございました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。